6月5日と11、12日の3日間を中心に野々市市内で爽やかスポーツフェスティバルが3年ぶりに行われ、子どもから大人まで多くの市民がさまざまなスポーツに汗を流していました。ドリブル、ドリブル、ドリブル、ナイス、もう一回行け。いつでもどこでも誰でも広くスポーツレクリエーションに親しみ、健康と体力の増進と活気みなぎる明るい街づくりを目指すということで、を趣旨に開催させていただいてます。去年と一昨年とはコロナの影響でちょっと開催することはできなかったんですが、今回3年ぶりに開催となりました。で、ちょっと開会式はちょっと中止という形で行わなかったんですが、競技種目や体験種目は通常通り開催することができました。新型コロナウイルスの影響により開会式は行われませんでしたが、市内の各会場に分かれ、さまざまな競技やスポーツ体験教室などが行われました。健康広場ではソフトボールが行われ、開会式には長谷博知事も訪れました。おはようございます。おはようございます。気合を入れて頑張ってください。終わります。町内会ごとにチーム編成が行われ、4チームが熱戦を繰り広げました。中央公園運動広場ではグラウンドゴルフが行われ、131人がエントリー。開会式では大会名誉会長でもある阿波市長が挨拶をしました。野々市は何が似合うかというと、市民の皆さんの私は元気ということが一番似合う、そういう街だというふうに思っています。そして今日もここにご参加をいただいた皆さんが、日頃からスポーツを通して元気に頑張っていただいているっていうことがその源というふうに思ってまして、今日もですね、そういう元気な皆さんが楽しくこのグランドゴルフをやっていただくことで、さらになんかこう野々市がさらに元気をいただけるんでないかな、そんな期待をしているところでございます。皆さんのご健闘ご活躍をお祈りしてご挨拶にしたいと思います。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。グラウンドゴルフは専用のクラブでボールを打ち、ホールポストにホールインするまでの打数の少なさを競うゲームです。高度な技術を必要とせず、力を込めて打つ場面と
集中力や調整力を発揮する場面がうまく組み合わさっていて、ルールも簡単なことから初心者でもすぐに取り組めるスポーツです。またゲームの審判も自分たちで行うのが特徴で、判定が困難な場合は同伴プレイヤーの同意を求めることもあるそうです。スポーツランドテニスコートではテニスが行われ、12チームがエントリー。およそ80人が参加し、1チーム、男子、女子、混合の3ペアでの団体戦が行われました。スポーツランド芝生広場では、市内の6歳以下の子どもを対象に、サッカーの楽しさに触れてもらうため、体験会が行われていました。子どもたちは、ドリブル練習や試合形式でサッカーを楽しんでいました。PK 合戦ではゴールに向かってボールを蹴っていました。うまくボールが入らないこともありましたが、表情は笑顔で楽しんでいるようでした。よかった。サッカーが楽しいスポーツで、ね、これからもサッカーボール一つあったらどこでも、遊ぶことができますので、みんなまた、一生懸命頑張って遊びに来てください。はいはい、じゃあ今度また一緒、はい、最後は一歩前でジャンプ。いくぞ。せーのーで、ほい、はい、後ろ下がるぞ。せーのーで、はい、はい、みんなありがとう。拍手。市民体育館では地域のボランティアとして活動するスポーツ推進委員の指導のもと、ニュースポーツの体験会が行われていました。いろんな人がスポーツに携われる、そんでそういう競技スポーツと違ってどんな人でもやれるというスポーツ、それと年齢関係なし、だからどっちかというと障害スポーツ的な感じで。ニュースポーツはルールが比較的簡単で、
誰もが楽しめるスポーツとして親しまれています。会場ではボールを3つ並べる囲碁ボールや氷の上の競技カーリングを床でもできるように考案されたカローリング、紐のついたボールを投げてラダーに巻きつけるラダーゲッターなどの体験が行われました。こうしてあの股のところに入れれば、スポーツ推進というのは一応これはあの全国組織なので、いろんなところへ行って、まあ、また習ってきたりして、それをまた皆さんにこう伝えればいいなということで、毎月1回ニュースポーツ体験会というのもやっています。最後に古元大会実行委員長に話を伺いました。3年ぶりということもあって、あとまあコロナ禍でいろんな苦労を各競技団体で苦労されているなとはいうのは見受けられました。でもやっぱりそこでみんな子どもたちが生き生きとスポーツに楽しんでいるのを見て本当に良かったなというふうに思いました。ですね、やっぱり今、もっともっと新しいスポーツができて、来ていると思うので、本当に新しいスポーツもどん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 みんなが体験できるような、そういった、爽やかスポーツフェスティバルになればいいかなというふうに思っています。普段できないようなスポーツに挑戦したり、久しぶりに体を動かすいい機会になったのではないでしょうか。